トマシュマエフスキは、ポーランドの陸上競技選手、専門は、砲丸投げ。2008年北京オリンピック、2012年ロンドンオリンピック男子砲丸投げ金、メダリスト。2003から2005年、2009年、ポーランド選手権及び2004年、2006年、2009年、ポーランド室内選手権男子砲丸投げ優勝者。マゾフシェケンナシェルスク出身。 身長2 0 4トル、体重132から1 4 0ラム。2008年8月15日、北京オリンピック砲丸投げ決勝では4投目に2 1ル5 1を記録し、クリスチャン・キャントウェール以下を抑えて優勝。北京オリンピック最初の、また、ポーランドの砲丸投げ選手としては1972年の、ウラディスラフ・コマル以来となる金メダルを獲得した。 2009年7月25日バルセロナで開催された競技会において2 1ル6 4の自己新記録をマーク。続く7月30日ストックホルムで開催された DN ガランにおいて、これをさらに更新、ポーランド新記録となる2 1ル9 5の投てきを残した。2012年3月9日イスタンブールで、 開催された世界室内選手権での記録2 1七7 2はポーランド室内記録であった。優れた功績が認められて以下のポーランド復興勲章を受訓した2009年ヨーロッパ室内選手権にてありがとうございます。